こんにちは。うなぎ大好きチャンネルへようこそ。今日は麻布十番へやってきました。ここ麻布十番駅から徒歩5分の場所にうなぎ一筋21年温故知新をコンセプトに伝統的な日本のうなぎ料理文化とヨーロッパの食文化を融合させたコース料理がいただける店があります。カウンター席からは調理の一部始終をじっくり見ることができるというので楽しみですね。それではうなぎ大好きチャンネル行ってみましょう。うなぎ大好きチャンネル、今回お邪魔するのはうなぎ時藤。店主の時藤聡さんは中学卒業後200年以上続くうなぎの名店麻布の台場で15年間修行し、各店料理長を務め、数々の雑誌やテレビにも出演、フランスなどの海外でも料理経験を積み、2018年6月時藤をオープンしたという経歴の持ち主です。うなぎ時藤は麻布十番駅4番出口から400メートル徒歩5分、麻布十番大通りから少し入った静かな場所にあります。今日はお世話になります。よろしくお願いします。バンズも美味しいですね、うん、トマトの酸味とうなぎの旨味、こんな新感覚ですね。こんなに新感覚ですね、うん、美味しいです。新玉ねぎのスープになります。はい、で上にかかっている黒いものがですね、こちらのバラの香りのついた山椒になります。いい香りです。バラの香りの山椒、玉ねぎの甘い香りがする。とってもいいです。美味しいです。そうですね、うなぎの旨味になります。
はい、うなぎはですね、甘辛く香っております。下に行きまして、レバーパテなんですけども、こちらはうなぎのレバーを使ったレバーパテになります。真ん中はうまきですね、はい、こちらのうまきなんですけども、こちらは愛知県の三好市というところに使われています玉浦湖白というで、こちらの卵は10年間でたったの2ヶ月間の期間だけで産み落としたものになっております。で、鳥というのはだいたい10年ぐらい卵を産み続けるんですけども、その中で生後210日から270日のこの2ヶ月間が一番うまみと呼ばれて言われています。こちらの卵を使ったうまきになります、はい、また下に行きまして、緑のやつはうなぎのパスタになります、はい、こちらは、うなぎでトマトソースを作りまして、ペンネに絡めております。で、その上に、卵のやつはですね、こちらはうなぎのクリーム煮になります、はい、こちらはですね、魚介からお出しとりまして、中にうなぎとお野菜、それとはスモークしたベーコンですね、こちらで入れまして、クリームになっております。手前にスプーンご用意してますので、スプーンでお召し上がりください。はい、ありがとうございます。白焼きになります。はい、今度ですね、あらかじめ塩振っておりますので塩焼きになっております。お好みで手前にすだち、わさび、柚子胡椒、梅肉、藻塩ですね、手前にスペイン産のアモンセラーノとキャビアをご用意します。
尻尾の先側から手前の薬味使っていただいて、後半身の厚い部分に生ハムとキャビアを乗ってそれぞれ乗せていただいて、ご一緒にお召し上がりください。はい、ありがとうございます。火が入ってるんで表面がサクサク美味しいですね。はい、うなぎ米の人は食べやすくなってますね。美味しい。ではない関東関西じゃなくて特等流ってことですね。そうなんですよ、ね、はい、コース料理全体は、はい、特等風で、関東関西で使う特等風で、バランスが取れてますもんね、ここまでいただいてて。うなぎとフォアグラになります、はい、1段目、一番下にうなぎになります。こちらは一度開いたうなぎをですね、筒状に巻き戻して、蒸してからですね、さらにソテーしてあります。で2段目がですね、こちらはフォアグラをソテーしたものです。で上のキノコなんですけども、フランス産のキノコ、これだけですね。それから菊芋のチップス、ソースの方が実山椒を使ったソースになります。うなぎとフォアグラカットしていただいて、ご一緒にお召し上がりください。はい、分かりやすい靴差しでもらいました。はい、うなぎですね。二三色ソースもいいですね。洋人さんの個性が出ていいですね。
砂だけの砂が落ちきりましたら蓋を開けてください。はい。銀座の時よりもタレもやり方も違ってますよね。あ、そうですね、ちょっと違います。タレがまず違います。そうですよね、タレは絶対違うと思ったので、焼き方もちょっと変えてます、うん、なんとなく分かりますよね。まあ、いろんな方がいるからですけど、僕は断然こっちのが好きですね。あの前のが悪いっていうわけじゃないですよ。時藤さんの進化だと思うんですけど、銀座の頃はオーナーさんがいて、時藤さんが任されてって感じで、まあちょっと携帯が、はい、これまあそこはもうあの要はお金を借りて役立って、はい、なんかでも返してるんですよ、その人がいて、はい、ちょっとこうやってやってたみたいな、はい。新鮮だとこのタレを受け継いでるとかないじゃないですか。はい。やっぱり時代に合わせてだと思うんで、別に前はこれだったからこれ使わなきゃいけないから、そんなにないと思うんですよ。特にやっぱりこういうコース料理が主体なんで、はい、コース料理に合わせたうなぎを作ってるってことなんで、例えばうなぎだけ食べに行った人のこのタレなんて文句言いたいんですけど、だからやっぱその総合的に、ね、やっぱ判断する人はやっぱ少ないかもしれないです。なんかいいとか悪いとかっていうことじゃなくて、やっぱり僕はそのうなぎの価値観を変えたいっていうのが一つの目的なんで、うんうん、いや、さっき時藤さんが言ったいろんなね、あのうなぎ好きとしてはいろんな楽しみ方、うん、時藤さんや渡部君とかと、うん、まあコースっぽい、まあこちらは完全コースだけど、だからうなぎに関しては作ってる人もそうだし、お客さんも頭固いんですよ。まだ昔のそのうなぎ屋さん、今までの従来のうなぎ屋さんっていう頭にがあるので、なかなかそこは抜けないんですよね、うん、まあ、頭でっかく多いんですよ、やっぱりうなぎに関しては、うん、そこは僕、そこ行くと僕はストライクゾーン広いのかな。何でも美味しくいただいちゃう。でも何でも美味しく食べれるっていうのは、でも別になんかそれはそれでね、両方ありだと思うんですよね、うん、例えばまあ、名前出していいのか分かんないけど、水道に新井さんって、うん、やっぱり農大和さんで、うん、された方が実家ついてなさってるんですけど、はいはいはい、あ、野大和の水の新井さん、はい、野大和からそうですよね、はい、ご存知です、うん、新井さんなんかはこう先行きもしてないし、注文受けてから咲くから、うん、野田屋さんのいい時の味をなんかすごい再現してるなっていう感じなんですよね。それはそれでありだと思うんですよ、東京まで行けない人とか。でもそれも楽しみですし、こうやってコースをね、ちょっとまあおしゃれしてないですけど、こんな T シャツですから、いや、またおしゃれってそうなんですよ、やっぱりそのおしゃれをしてっていう、そのそうすると、ために行く場所によって服も変わるじゃないですか。はい。ということは気持ちも変わるわけです。はい。だからやっぱりそれを僕は提供したいと思って、はい、別にうちってうなぎを売ってるわけじゃないですよ。はい。だからね、こう、八兵さんなんかだったらもっと気軽に、そうそうそう、居酒屋感覚でっていうのもあると思うし。そうだと思います。でも、
居酒屋にしたら美味しいよねっていう。そうですね、でまあ、いろんな本当に、はい、いろんなことを、ね、挑戦してるから、小川八兵衛さんが好きだなと思って、人間的に好きだなと思いましたけど、挑戦でチャレンジですね。龍河君はすごいいいやつだし、うん、太りすぎだけは失敗本当さ。失礼します。はい、最後でおございます。いちごとココナッツミルクのスープに、いちごの白玉ですね。バニラアイス、その下にはヨーグルトのクリームがあります。周りの緑色のバジルオイルでございます。2級はですね、いちごのジャムを塗って巻きましたクレープでございます。そのままでもスープにつけてでも、お好きなようにお召し上がりください。はい、ありがとうございます。今回はご覧のようにうなぎ時藤のランチコースを満喫しました。ご覧の皆様も時藤のカウンターに座っている雰囲気を出そうと、時藤滞在中の場面ではあえてテロップや BGM をつけてありません。時藤さんのうなぎ料理に対する忌憚のない思いも収録しました。調理風景、素晴らしい料理の数々とともにお楽しみいただけたら嬉しいです。話している部分ではノイズ除去が不完全でお聞き苦しい点があったことをお詫び申し上げます。うなぎ時藤の情報は概要欄にホームページのリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。いつもより長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。うなぎ大好きチャンネルはご覧の皆様の運気うなぎのぼりをお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。